dead already? Pathetic! You normal folk are about as durable as wet cardboard! Those eyes! I like them! Let's wrap this up, shall we? Drum roll for the stunning climax! You alright? Who the hell are you? Just a hero passing by. So we got a jokester, huh? Well, I'll send you to hell along with this one! Hey, you okay there? Hey! You! What are you doing in a place like this? It isn't very safe around here, so don't get too close. You're a hero yourself? Sorry, that was rude of me. I'm a hero too. Mumen Rider's the name. You seem to be new to all this. It's dangerous around here lately. Fiendish monsters are everywhere. You best be on your guard. Well then, see you on the beat. Thank the man upstairs. We're safe. Hey, you! I don't know your hero name, but we sure are grateful for all your help. Come on, we gotta get out of this town while we can. Thanks, kind hero! Yup, thanks. Appears I missed one of you pathogenic pests. I was formed from the pollution with which you humans have suffused the Earth. I'm Vaccine Man! I must wipe humankind from existence! Prepare to perish! And who do we have here? Just a guy who's a hero for fun. What? What kind of half-assed backstory is that? In order to obliterate humans and their evil civilization, the Earth has given birth to me! And you. You say you do this for fun? For fun? How dare you oppose me, Mother Earth's apostle, for such an insane reason? Then indeed, I must wipe humankind from existence! Finished. In one punch. Again! Damn it! Sure. Wait, what? No, I'm not looking for disciples, okay? Just go home. Anyway, guess I'll go home. So, stay safe out there. You're the... なんということだ。さっきとは桁違いの強さだ。脆いわね。血液を吸収するほど、身体機能が進化する仕組みだったのか。なんか目じゃないって言ったわよね。お前は教会のヒーローか。俺と共に戦うつもりなのか。
このまま戦ってもあの怪人は倒せない。完全に油断した。もう勝機はない。俺が自爆して蹴りをつける。それまでの間でいい。時間を稼いでくる。なーにごちゃごちゃやってんのかしら。きっちり二人ともバラバラに切り裂いてあげるわ。では頼んだぞ。やっと見つけたぞ。あら、また新しい獲物。いいわ、一緒に始末してあげる。か、うぜ。ちょっと待った！お？俺は単独で正義活動をしているサイボーグ、ジェノスというものだ。ぜひ名前を教えてほしい。え、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。あ、お、え、ダメだ。俺は弟子なんて募集してねえから。先生、どうかお願いします。先生。おいお前、俺に便乗して弟子入りをしようとするな。弟子は多くはいらない。俺一人で十分だ。お前はさっさとここから立ち去るな。俺が先に弟子入りを志願した。お前は横槍を入れたに過ぎない。邪魔をするな。これ以上邪魔をすると実力で排除する。もういい。あとは先生が決めることだ。これ以上話すだけ無駄だ。帰るか。さすが。まもなく進化の家の本拠地があるポイントです。入り口は見つかりましたか？え？入り口が破壊されている？おかしいですね。何かよからぬことが起きているのかもしれません。戦闘は避け、潜入し偵察。彼らの狙いを探ることに注力してください。内部は通信が妨害されているようです。案内はここまでです。幸運を祈ります。おお、いたいた。一人？こいつが例のやつなんだよ。んなわけねえよな、こんなカスがよ。こそこそ忍び込んだヒーローがこんな奥の奥まで来ちまったのか。まあいいや、俺はアシュラカブトってんだ。とりあえず戦おうぜ。お前大したことねえな。あれ、誰か先に来てるぞ。お前はこの前の先生。ここは俺が、あとはお願いします。お、ああ、分かった。分かるおめえ強えな。がっかりさせんなよ。お前ここの最終兵器なんだろ。んじゃ殺し合いますか。何してんだ。おい、今手を出せばやられていた。なんだこいつは、隙だらけなのに。俺の直感が大音量で危険信号を発している。貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたい。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。いいか、大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。この場で教えてもらえるのか、先生の強さの秘訣を。
体どんな。いいかジャス、続けることだ。どんなに辛くても俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。自分で変われるのが人間の強さだ。ふざけないでください。それは一般的な筋力鍛錬だ。しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くならなければならないんだ。そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。んなこと言われても他に何もねえぞ。そうか、秘密を教える気がねえなら構わねえぜ。どうせ俺よか強くはねえんだ。ただしムカついたからてめえらはなぶり殺す。手ごわいですね。もう俺を止めることはできねえ。こうなるともう丸1週間は理性が飛んで闘争本能が静まることはない。お前を殺した後は町に降りて来週の土曜までは大量殺戮が止まらねえぜ。こいつのアシュラモードはこのまま丸1週間暴走を続けるだと。ということは、おい、強いヒーローだったら俺を止めてみろ。今日がスーパーの特売日じゃねえか。大丈夫ですか先生。あ、ああタイムセールだからな。もう終わってる。おいお前、余計なことを言うな。先生がさらに落ち込むからやめろ。ああ、先生、大丈夫ですか。F 市から暴動を続けるテロリストは桃源団と名乗っており、駆けつけたヒーロー数名が負傷、手に負えない状況に。たった今犯人グループの主犯の身元が判明しました。B 級賞金首のハンマーヘッド、これまでにも数々の暴力事件を起こしています。身長2メートル15センチ、体重210キロの巨体を持ち、路上の喧嘩で20人相手に全員病院送りにした経歴があるとの情報が入っています。桃源団からテレビ局に送られたメッセージによると、働かない者にも無償で食住が提供される世の中になるまで暴れ続けるなどと意味のわからないことを主張しており、なんかつまんねえ事件だな。今回は俺が行くまでもねえや。ハンマーヘッドに同調したメンバーはいずれも無職で働く意思のない若者であり、構成員はスキンヘッドで統一され、非常に危険な雰囲気に包まれています。
外出された際にスキンヘッドを見かけたら、すぐその場を離れてください。なんだと、これ俺と被ってんじゃねえか。せっかくヒーローやってても、こんな真似されたら俺も悪者扱いされるじゃないか。ぶっ潰す。ん？君はこの間の、君の活躍は聞いているよ。もう B 級になったみたいだね。すごいな君は。いや、結果を出した君の実力だ。謙遜することはないさ。ところで君はここで何を？破壊活動を行う犯罪者か。なるほどな。その仕事、俺も同行していいだろうか。足手まといにはならない。心もとないかもしれないが、平和のために少しでも助力したいんだ。すまない。じゃあ現場に向かおう。ここか。破壊対象のかぐやというのは。そのようだ。よし、標的を破壊するぞ。待て、悪党ども。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。ヒーロー、邪魔しに来たのか。今からこのかぐやを、建物ごと破壊する。邪魔をするならお前らともどもぶっ壊すぞ。そんなことはさせない。おとなしくするんだ。なめるなよヒーロー。俺たちはそんなに弱くないぜ。忠告はした。お前らごと破壊する。ありがとう。足手まといになっていなかったか。そうか、そうだったのならいいのだが、俺一人では絶対に勝てなかった。しかしおかげで悪を打つことができた。少しでも力になれたのなら幸いだ。では俺はここで失礼させてもらうよ。またどこかで。今日はありがとう。まだ残党がいたとはな。お、ハンマーヘッドならあっちに行ったけど。おい、違うぞ。何が違うんだ。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。嘘をつくのが下手なやつだな。いやいやいや、ふざけんなよ。よく見ろよ。よく見るも何も、その頭では言い逃れできないな。そっちのやつは違うみたいだが。いやほら、俺だよ俺。趣味でヒーローをやってて割と活躍してる。お前など知らん。あ、そうすか。それにどっちでもいいことだ。は？お前は俺の技を見切った。それが問題だ。俺は忍者の里に生まれ、幼少の頃から技の研鑽を重ねてきた。その技をお前は見切った。許されないことをしたな。何言ってんだこいつ。俺のプライドが許さない。お前が誰だろうと、もう逃がすことはできない。そちらのお前もついでだ。相手をしてやろう。嘘つけ。お前はただ自分の技を試したいだけだろ。無邪気な笑顔を見りゃわかるぜ。お前の動きは完全に見切った。
チェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。俺は暗殺から用心棒まで何でも受け負う最強の忍者、音速のソニックだ。だが、仕事はしばらくお預けだ。お前という好敵手を見つけることができたからには、決着がつくまで鍛錬があるのみ。名前を聞いておこう。埼玉だ。埼玉、次に会った時がお前の最後だ。究極の忍術で確実に仕留める、この音速のソニックがな。ああ、頑張れよ。なんかよくわからないやつだったな。しかし俺ってあんまり知られてないのか。お前は俺のこと知ってるって？そりゃお前とは最近顔合わせているからな。しかしなんでここまで知名度が低いんだろうな。アピールか。そういうのも必要なのかもな。ま、家に帰って考えるか。じゃ、またな。気をつけて帰れよ。どれだけ強くな。お待ちしていました。ではこちらへ。本日はありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。それでは失礼します。お気をつけて。お前は進化の家にいた。お前最近よく会うな。そういえば俺たちヒーロー試験合格したんだ。先ほど合格者セミナーを受講し終えたところだ。お、今日からヒーローになったからよろしくな。では俺はここで失礼します。お、じゃあな。お前も帰るのか。帰る方向途中まで一緒みたいだな。じゃあ行くか。おい、そこの新人、そして最近勢いついてるお前。この業界には新人潰しというものが存在する。ランキングを抜かれることを気にする者も多くてね。こんな感じで早めに潰すのだ。帰るか。何書いてんだ、さっきから。日記です。先生の教えや修行内容を記しておこうかと。やべえ、またハードルが上がった。俺がジェノスに教えることなんて何一つねえのに。騙してるみたいでこのまま生面するのは気が引けるぞ。考えろ、何か無難な修行方法とか精神論的なのとかこじつけでもいい。ああ、ダメだ、筋トレぐらいしか浮かばねえ。だって俺もそれしかやってこなかったんだもんな。でもそれじゃジェノスが納得しねえし。そういえばセミナーの話だと C 級ヒーローの場合、1週間ヒーロー活動をしなかった場合はヒーロー名簿から除外されるって言ってましたが、先生は大丈夫なんですか？そんなこと言ってたっけ。はい、 C 級は数も多く水準が低いため使えないものから除外していくんだとか。でもテレビ見てても特にやることなかったから。報道されるのは避難が必要だったりする場合の大災害やテロ、危険な怪物が出現等の大事件だけです。
先生は強力な怪人や誰も手に負えないような悪の軍団ばかりを相手にしてきたから知らないでしょう。 C 級ヒーローは主にひったくりや強盗、通り魔などを退治して過ごしているようです。 C 級ヒーローは自主的に活発な行動を続けないと生き残るのはなかなか難しく、挫折して転職する人が多いらしいです。サラリーマンの飛び込み営業のように足を動かして成果を出さないと誰も評価してくれないんだと思います。漫画読んでる場合じゃなかった！行きますか？いや、お前はついてくるな！ S 級のお前と一緒だと何か活躍した時に C 級の俺の手柄だと認めてもらえない可能性がある。しかし弟子として。ジェロス、俺はもともとはヒーローになりたいという強い思いがきっかけで筋トレしてここまで強くなったんだから、お前ももしかしたらヒーローとしての高みを目指して生活してみれば何か変わるんじゃないか。ぶっちゃけお前サイボーグだから体を鍛えるとか関係ないし、気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。つまりパワーや技術面での強さではなく、まず精神を鍛えるのだよ。そのために厳しいプロヒーロー業界で勝ち抜いてみなさい。ってことでお前 S 級のランキングで10位以内目指せ。それが当分の修行ってことで。あれ、自分でも何言ってるか分かんなくなってきた。まあ雰囲気でごまかせ。なるほど、やってみます。納得してくれた。あー、よかった。お前はお前で頑張ることだな。じゃあ行ってくる。ですよね。最近すごい活躍している。応援してます。今日はどうかしたんですか？怪しい人物を見なかったか？そういえば数日前から街中を走り回っている変な人がいたような。ものすごい形相で街を走り回っていたからすごく印象に残ってます。そうですか。ピタッとしたタイツのようなものを着ていたような。それ以上は覚えていません。でも今日も同じように走り回っていましたよ。確かあちらの方に走っていったような。行ってみたらどうですか？何ですか？ってヒーローじゃないですか。いつも応援してます。で、何か用でしょうか？ピタッとしたタイツのようなものを着た怪しい人物を見なかったかって。そういえばさっきあっちの方へそのような人が走っていったような。その人物の特徴ですか？すごい形相で走り回っていたのと、あとハゲていたような気がしますね。心当たりがあるんですか？そうですか。その人物ならあっちの方へ行きましたよ。気になるなら行ってみたらどうですか？今日も平和だ。これじゃ何も活動できねえ。プロ失格になっちまう。あ、お前は確かなんとかの関節のパニック。音速のソニックだ。埼玉、今日は貴様を殺す。悪いけど今忙しいからまた後でな。逃げられると思うのか、この俺から。忙しいって言ってんだろボケ。イライラしてんだから邪魔すんじゃねえよ。殴るぞ。あの人です。お前か、不審人物というのは。ヒーロー、タンクトップタイガー参上。ヒーロー、
あの人危ないんです。何とかしてください。プッ、ソニック、お前がこんなとこで暴れようとするから不審者扱いされてやんの。いっぺん退治されて頭でも冷やせよ。その人昨日から怖い顔して街中走り回って怪しいんです。お前だよ。は？ちょ、俺もプロのヒーローだっつの。ヒーローネームは？この俺、タンクトップタイガーの耳にはお前のようなヒーローがいるなんて入ってきてないぞ。知るか、俺は新人だ。とにかくお前に迷惑している人がいるんだよ。今すぐ帰っておとなしくしてろ。新人のくせに C 級6位の俺に逆らう気か。ヒーローだったら人様に迷惑かけるなよ。他のヒーローの評判まで下がるだろうが。おい、なんだその反抗的な目は。今すぐ消え失せろと言ってるんだぞ。従わないならここで戦ってやってもいいんだ。おい、あれヒーローのタンクトップタイガーじゃね？タンクトップタイガーだ。マジ？すげえ、本物じゃん。C 級でも10位以内になるとさすがに顔も知られてくるんだ。さあどうする、新人。ここで暴れて俺の引き立て役になるか。何をやってんだソニック。邪魔だったから寝てもらったまでだ。ヒーローを呼べ、ヒーローを。逃げろ埼玉。お前もヒーローなどというくだらん肩書きを持っているんだったな。俺と戦わざるを得ない状況にしてやる。なんだ。埼玉、俺と戦え。死ねー、やばいよやばいよ。大勢死ぬぞ。俺とやるというのか。邪魔をするな。その程度か。このまま続ければこいつは俺に殺される。それでいいのか、ヒーロー埼玉。俺は今それどころじゃねえっつうの。悪いやつを探してやっつけなきゃ。悪いやつを。ん？来ないな。こっちから行くぞ。災難だったな。大丈夫か？はあ、これで仕事をしたことになるのかな。だよな。これで一安心だ。じゃ、俺そろそろ帰るわ。じゃあな。どれだけ強く。申し訳ありませんが、急を要する案件が発生しました。新海賊の使者と名乗る怪人が各地の海岸に出現し、町を荒らしています。市民の避難はほぼ完了しています。怪人の災害レベルは狼と推定されています。至急怪人の討伐に向かってください。人間ども、皆殺しにされたくなければ聞くがよい。我は深海からの使者である。地上を我々に明け渡すのだ。そして貴様ら人間は我々の餌として。ん？ははお前は逃げないんだな。ならばまずお前を餌にしてやろう。へへへ、少しは粘るじゃないか、ぬるぬる族ども。
生きがるね、人間。もうお前を応援する者も見守る者も皆逃げた。お前は死ぬんだよ。客がいなくなってやりやすくなったぜ。うおー、うなれたけのこ。やったやった。おそらく災害レベル神くらいの怪物どもの襲来を俺一人の力で防ぎきった。俺すげえ。あのね、あなた不快だから死んでも構わないわよ。あら、また新しい兵隊さんが来たのかしら。強い気配をビンビン感じる。いいよ、ソニックちゃんは下がってろ。 AQ11 スティンガーちゃん、気になる男子だったな。それを壊したあなたは許せん。ジェノスちゃんに抜かれて最下位17位になってしまったが、俺は S 級ヒーローだ。スティンガーちゃんのようにはいかないぞ。懲らしめてやる。おいしそうなお肉、上物ね。聞いたわ。少し。楽しいわね。貴様は何者なんだ。私は深海王。深海を滑る者。そしてこの世のすべてを支配下に置く者。あなたも歯向かってみる。貴様一人で地上を支配できると思っているのか。海の底で静かに暮らしていればいいもの。哀れな奴だ。そう、じゃああなたも死んでいいわい。こっちのセリフだよ。この俺にでかい態度さえ取らなければ見逃してやってもよかったんだがな。ヒーローではないが、お前を駆除してやろう。あなたの攻撃、まるで痛くない。早い、でかい、強い。だが俺が負ける要素は、で、俺の突きや蹴りが通じん、威力に欠けるのか。次に会う時が貴様の最後だ。消えた。まあ、いいわ。雑魚は放っておきましょう。それじゃ、歩みを進めようじゃない。お前の…あなた誰？邪魔しに来たの？まあいい。かかってきなさい。殺してあげる。あなたの攻撃、まるで痛くない。とどめを刺してあげる。ジャスティスクラッシュ。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。何？また雑魚が来たの？まだやる気なの？もう飽きたのよ。俺が一番よくわかっているんだよ。それでもやるしかないんだ。俺しかいないんだ。勝てる勝てないじゃなくて、ここで俺は
お前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。無名ライダー頑張れ、頑張れ、頑張れ。無名ライダー頑張ってくれ。そいつをやっつけてくれ。あんたが頼りなんだよ、勝ってくれ。わけわかんないこと言ってないで早くくたばりなさい。無駄でした。よくやった、ナイスファイト。今人海賊とやらをぶっ飛ばすからな。聞こえてるのよ。じゃあハゲのあんたも殺してあげるわ。そこらにいる人間ともども全員一匹も逃がさない。すげえ、すげえ。何者だよ。なんだ今の、何が起きたんだ。嘘だろ。やっつけた、助かったぞ。一発で仕留めちまったぞ。ワンパンだよ、ワンパン。助かった。なんでだ、他のヒーローが全然太刀打ちできなかったっていうのに。 C 級じゃないのか。強すぎる。死なずに済んだ。おい、大丈夫か、息してるか。実はあんまり強い怪人じゃなかったんじゃね。いや、でもいろんなヒーローが負けてるぞ。負けたヒーローが弱かったんじゃね。それは確かに今の見ると敵が弱く見えたけど、そこにいる C 級ヒーローが一発で倒しちゃったんだぜ。負けたヒーローってどんだけ。 A 級とか S 級とかぶっちゃけ肩書きだけで大したことないんだな。おい、やめろよ。一応命張ってくれたんだぜ。命張るだけなら誰でもできるじゃん。やっぱ怪人を倒してくれないとヒーローとは呼べないっしょ。今回たくさんヒーローに重傷者が出たらしいじゃん。そんな人たちを今後も頼りにできるかっつうと疑問だよね。ま、結果的に助かったからいいんだけどさ、ほとんど一般人と変わらないみたいな弱いヒーローは助けに来られても困惑するだけだから、できればやめてほしいな。やっぱヒーロー名乗るからには確実に助けてくれないとさ。お前いい加減にしろよ。なんで俺が怒られないといけないの。ヒーロー協会の活動資金は募金が元になってるんだよ。お金払ってるからにはちゃんと守ってもらわないと困るよね。実際今回ハゲてる人が一人で解決しちゃったわけだし、他のヒーローは無駄死にだったよね。やめろって。時間稼ぎなんて工夫すれば誰でもできるしさ。他のヒーローって結局何もヒーローらしい活躍してなくね。とにかく助かったんだ、それでいいじゃないか。そうよそうよ。確かに他のヒーローは活躍できなかったけれど、そこを突っ込むなんて性格悪いわよ。はははははいやー、ラッキーだった。他のヒーローが怪人の体力奪ってくれたおかげですげー楽に倒せた。遅れてきてよかった。俺何もしてないのに手柄独り占めにできたぜ。あ、お前らちゃんと噂巻いとけよ。漁夫の檻だろうがなんだろうが最後に怪人仕留めたのは俺だからな。本当はただ遅刻してきただけとかバラしたらぶっ飛ばすぞ。え、どういうこと。あの怪人弱ってたのか。倒した本人がそう言ってるけど、ヒーローとの連戦でかなり体力を奪われてたのかも。いや、でもそれでも一撃で倒せるか普通。ちょっと待てよ。あ、
埼玉だ。 Z 市でインチキ呼ばわりされて話題になってたヒーローだよ。間違いない。え、インチキ？いや、本当にインチキかどうかは分かってないんだけどさ。俺も知ってるよ。いきなり出てきてものすごい速さで順位上げてるんだよな。怪しい。さっきも漁夫乗り、それで順位が上がるのか。いやでも一撃はすごくね。大型新人ジェノスさんとか、 C 級ランクトップの無面ライダーとか、他のヒーローがボロボロになって追い詰めたところを横取り。何それ、ずるくね。まあインチキではないのか。お前ら倒れたヒーローたちをちゃんと見てやれよ。死なれたら困るんだよ。俺が利用できなくなるだろう。うわ、やっぱインチキか。ずるいな。やっぱ比べると他のヒーローの方がヒーローらしいな。怪人を弱らせてくれたヒーローたちがいなかったら今頃は。ああ、ヒーローたちに心から感謝だな。お、ああお前か。久しぶりだな。ジェン海賊の時の俺？まあ気にすんな。先生、そろそろ行かないと約束の時間に間に合いません。ああ、そっか。どこに行くのかだって。これからバングのじいさんの道場に行くんだ。面白いもん見せてくれるって言うからな。お、お前も行ってみたいって。勝手なことを言う。先生は忙しい身だ。煩わせる。まあいいんじゃね。一緒に行こうぜ。はい、わかりました。おい、ついてこい。緊急事態です。
巨大な宇宙船が現れ、町が破壊されました。あなたには宇宙船内部潜入の任務が出ています。航続のための道しるべとなってください。大変危険な仕事であることは承知しています。地上の守備を優先する今、この任務の適任はあなたと判断しました。未曾有の危機です。理不尽とも思える危険な仕事かもしれません。しかし頼れるのはあなた方ヒーローだけです。どうかよろしくお願いします。君も行くのか。あれに向かうのかい？無茶だ。俺にはどうすることもできない。しかし死ぬなよ。また弱いのが現れた。まあ殺しておくか。行くぜ。そんなものか、弱小種族。ではこちらから行くぞ。この星に俺と戦える生命体がいたか。いいだろう。我々の信仰に抵抗してみろ。星だと？宇宙から来たのか。空のおもちゃにはお前の仲間が乗っているのか。アトミック侍、手伝うぜ。お主には別の仕事があるようだ。行きなさい。てめえがこの町やったのか、こら。だったら何だと言うんだ。殺された男子たちの恨みは俺が晴らす。とまず勝利だ。まだでっけえ敵が上に残ってるけどな。エスパーのガキでも落とせなかったらどうするんだ。彼の働き次第かも。死にたいの？兄よ、あんな宇宙船ぐらい私一人で十分なの。低ランクは邪魔。引っ込んでなさい。あ？何よ。はあ？あんたがあれに乗り込んで中から調べて落とす方法を探るって、真っ赤じゃないの？シルバーファングに頼まれた？何？あんたジジイに死ねって言われたら死ぬの？めんどくさいったらないわね。ああ、そう、そんなに死にたきゃ死になさいよ。私が船までぶっ飛ばしてあげるわよ。
俺の配下をことごとく。俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目であり、全宇宙の覇者ボロスというものだ。退屈しのぎになるか。お前の実力見せてもらおう。所詮はこんなものか。もういい、死ね。お前よく会うな。素晴らしい。強大すぎる俺のパワーを見せる時がついに来た。そっか。さあ、俺の性に刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。って、とりあえず息止めときゃいいのか。あの野郎、ちょっと戦いっぽくなってきたじゃねえか。いけるか。月って重力何分の1だっけ。さて本当か。まだ意識あんのか。やっぱ強えよお前。予言通り対等な、いい勝負だった。ああ、そうだな。嘘だな。お前には余裕があった。まるで歯が立たなかった。戦いにするなっていなかった。やはり予言など当てにはならんな。お前は強すぎ。お前す。お、なんだ。あ、お前か。どうした。折り入って頼みがある。は？俺と手合わせがしたいって？やる理由がねえしな。つうか、そこまで俺とやりたい理由ってなんだ。何？俺を尊敬していて憧れているからだと。わかった。お前とはなんか縁があるみたいだしな。それに手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。ただしこれっきりだからな。それじゃ暴れても平気なとこへ行くか。
じゃ、さっさと始めるぞ。おい、大丈夫か？腹減った。飯だ飯。うどん食いに行こうぜ。どうした？うどん、嫌なのか？